ぶちゃ早いよ。時計見て。時計見れる。まだ1時間ある。まだ1時間あるよ、ご飯まで。あと1時間ある。今日おやつ食べてないんだよね、実はぶーちゃん。ねえ、おやつ食べてないんだよね。なんか、ほんまもんのさ、スナックエンド、スナックエンドでいいんだよね、あの、緑のやつ。届いてたからさ、おやつで食べちゃう、あれ。だって、スナックって書いてるからさ。ねえ、ブーブー。スナックエンド食べてみない？ぶーちゃん、スナックエンド食べたことない。だって、いつもと同じさ、ジャーキーだったらさ、あれでしょ？スナックエンド食べてみようか。茹でるか、待ってね。待ってんの、スナックエンド茹で上がるの。ちょっと待ってね。加熱しなきゃいけない。うろちょろうろちょろしてる、スナックエンドが茹で上がるまで。茹でた。茹で上がったかな、スナックエンド。ちょっと待って。すごい。曇りなき眼で。すごい曇りなき眼でこっち見てる。なんか先に姉ちゃん1本食べてみるね。姉ちゃんスナックエンドウがさ、茹で上がったか否かの判断さ、目じゃ判断つかないか。姉ちゃん食べて判断するわ。スナックエンドってさ、2本も筋があんだね。なんか1本取ったんだけど、もう1本あると思わなかった。よかった、先に食べといて。ぶんちゃんにあげる前にこれ取んなきゃ、この角みたいな繊維筋。よし、めっぶんちゃんスナックエンド取れたよ。あの筋みたいなの食べてみる。欲しかった、あっち行って。なんかめっちゃ甘くて美味しかった。冷凍のやつはやっぱり違うのかもしれない。あっち行こう。嬉しい、おいで。嬉しい、初めてのスナックエンドだ。なんかね、スナックエンドは、あ、そうして、やばい、そうして、姉ちゃんのあの腕からちょびちょび食べることにしよう。野菜だからね、多分食物繊維というか繊維が多めだから、一気に食べちゃったらさ、なんていうの、うんち詰まっちゃうかも。ぶちゃ待ってよ。最初にね、あのお手とおかわりをして美味しいかどうかの判定をね。ぶちゃ待って。おお、もう最初からフルスロットルですね。ぶちゃん、はい、いいよ、大丈夫だよ。不安だね、どうやって食べればいいか。奥歯でガジして、ブブ、奥歯でガジ。そう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 、上手上手、奥歯でガチ、お上手上手、奥歯でガチ上手、奥歯でガチ上手。今ね、少しずつ奥歯でガチしてる。どうだった、ぶ、スナックエンド美味しい？じゃあ美味しいかどうかのチェックを。ぶちゃん、スナックエンド美味しかった人、おしゃれして。お、ぶ、おしゃれして。これいい反応じゃん？ぶぶ、おしゃれして。ぶちゃん、美味しかった人で、あ、好きじゃん、ぶちゃん。あ、スナックエンド、ぶちゃん好きじゃん。ほい、はい、たち上手。あさしてじゃん、あさして。じゃあもう一回奥歯でガジね。じゃあこっちの奥歯でガジしよう。前歯でガジ難しいんじゃない？そう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 。なんでそんな少しずつ後ろにさ下がっていくの。上手上手上手。ちぎりちぎりして食べてる。上手ぶ。スナックエンドを食べるプロじゃん。すごいぶっちゃだよ。すごいんだよ。ほら、ちょっと待って。手の中でこうやって分解してた今。スナックエンドのプロじゃん。上手。もういいよ。そのまま食べて。一粒残った。よく噛んでて偉いね、ぶ。スナックエンド美味しかったね。